まずいね。じゃあ俺50人。はい。お前何なんだよ。そうか。来るぞ来るぞ。やっしゃ。よかった本当に。俺今700手前じゃん。はい。ああじゃあ店長。はめていいのね。あはめていいんです。はめまーす。じゃあ1000まで耐えよう。まあリセットしてあるかどうかわかんないですけど。なんでこの台にしたの？ああ、俺の横だから。ベルトバンバイここでの収録しばらく続くんで、ちょっと台選びの参考にしようかと思ったら、俺の俺がここにいたから横に座っただけっていう。中盤機だな。ここは外れるんですよね。そうですよね、そうですよね。こっちは大丈夫。ちゃんとはめるから。あ、ちゃんと、はい、あ、大丈夫。え？母ちゃん。出して。え？金。金。その。ほら、友達の気分ちょっと、あとで返すからしずちゃん、え、お金ないんだ。父ちゃん持ってないの今日。じゃあ私誰にでも出すわけじゃないですからね。入れましたけど大丈夫ですよね。大丈夫ですよ。後で、後で戻ってくる。しずちゃん俺を信用して。絶対にはめる。はめない、はめる。はめる、はめない、はめない、はめない、はめる。分かんない、分かんない、分かんない。ちょっと待って、ほんで、頼みますよ、頼みますよ。だなんかやけに賑やかだな。おい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 、疑ってるわけで。しずちゃん、しずちゃんじゃない。しずちゃんじゃなくて、あの別に疑ってるわけじゃないんですけど、いや心配で。友達だったら心配することもあるじゃないですか。ありがとう、ありがとう。今度、お茶つき合う。なんて、何があったの、何があったの。待って、聞こえなかった。だって返すわ、申し訳から。お金返ってきた。やっぱ私たちは夫婦でいましょう。そう、夫婦の割り。そう、夫婦ですから。友達みたいに気持ち悪い。いや、違う違う、もう友達超えてますから。支え合って頑張っていきましょう。おいおい。もうすぐ400。うわ、びっくりしたー。痛い。気をつけなきゃってこう。やい。落としたコインを拾いに行こう。どうしたどうしたら、もうコインがいろんなところに、ここ外したいからちゃんといいことをね。天井手前ですけど、外す外す、いやいい、これはこれはいい、もうこれはお願いします。本当に、いや外してでしょ。え、これ外すんですか。はえ、どっち、今の俺の仕事ははめる。これは外すんですか、うん、はめる、はめる、はめるロドリゲスだから。でも、もしはめ、はめるじゃないですか。 80% 取れる男ですか。あ、いけるあ、それもいけるんですか、うん、あ、それも、あ、揃えた方がいい。え、揃えた方がいい。いや、いや、でもここはやっぱりはめた方がいい。いや、いや、ど、ご、いや、ゴッド、やっぱ見たいじゃないですか、久しぶりに。じゃあ揃えるよ。あ、いいです、いいです、お願いします。ここはいや、だからいや、いいんだよ。いや、これいいんだよ。あ、はめる男ですもんね、うん、もう違いますもんね、今はめるロドリゲス。さようが。よかったよかった、まあまあ。さっきね、ここを来るまでにペナって15万円揃えちゃったんで、ちょっと後ろですね、実際のところは。1000ゲームでちょっと後ろだと思います。
逆にはっきり分かんないのがね、その変なプレッシャーがあるのにいいですよ。45お願い待って、はめる男は本当にはめる男だったんですね。あれ当たってって言ったら当てれてたってことですよね。はい、ですごい顔で、はい、当たり前でしょみたいな顔で、ほうほう、あ、そういうことですよね。私がはめてほしいって言ったから今これがあるってことですよね。え、はめてほしいの？あの、まあ、だいよ当たり前ただ80%取れるかどうかは、そこは運だね。7割ぐらい取れるよ。7割ぐらいは、7割、うん、7割だったら全然大丈夫。7割はもうほぼ100みたいなもんなんで全然大丈夫。うん、ここから7割は7割だよ。7割はほぼ100って全然意味なかった。7割は7割だよ。7割3回は外れる。ああ、まあまあまあ、でもまあ今日の父ちゃんならはめるって言ったらはめて、まあまあ、7割って言ったらもう100じゃないですか。いや、7割は7割そこだけはっきり。7割は100ではない。7割は70。100ではない。あ、100ではない、うん、すいません、うん、違う、うん、そう思いたいっていう気持ちが出ちゃったのかもしれない、うん、そう覚えておいて、うん、70 すいません行き過ぎちゃいました。30は外れ。あ、あるんですね。あら、もうちょっと、あ、分かりました。でもこの台は7割に引っかかってる可能性がね、あ、7割7割なんでも言いますけど、そうですね、はい、じゃあ7割引っかかっててお願いします。6回連続 80% 取ってます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。グローバルだねそうですね、明るい方ですね。世界中から見られてるんだ。母ちゃん大好きって言われてたよ。サービスしたいわ。えサービス、日本人だって負けてねえぞって見せてやれ見せてやれよ。お前舐められていいのか、お前おい、アジアが、おい、え、舐められてないですよ、誰も舐めてないと思う。何がアメリカだって、何がヨーロッパだってことやろ、お前脱言っとけばか、やろ、なんで、え、何俺、お前なんだ、そのボタン外すな、お前台湾だっか、お前おい、台湾では日本じゃん、ふざけるぞ、台湾の開けじゃないんで、開けてない、もうきっちり閉めてたね。もう一個だろ、バカ野郎父ちゃんも二個開いてる誰見えだ、舐められて、お前どうすんだ、この野郎、お前誰に舐められるの他の、お前他のやつらだよ、舐めてない、アジア人じゃねえよ、その外のやつらだ、バカ野郎。開けました、ああ舐めて、困りますからね。お前ら舐めたらあかんぜよって言ってやれよ、ほらお前ら舐めたらあかんぜよこの地、氷、おお、あるんだろ、しゃ意外にサクッといいとこにいたんですよ。投下投資して21本、3回目のアツ当たりです。なんか良さげだね、悪くない感じ。よしよしよし、父ちゃんと並んで当たってる。父ちゃんお願いします。7割にいてください
自信はない。自信ないんですか。大丈夫大丈夫、絶対いるはずです。本当にお願い。いやこれは弱いな。お、あすごい、いやでもよかった、助かった。いやよかった、本当によかったです。いや父ちゃんが一番びっくりしてましたよね。顔がさあ、おそらく8番の方を引いて今2つ目、あとは何年まであるのかってことですね。でもね、やっぱ結構ある時は、そのある時とか、その条件を満たす時は部員揃いとかアメグレとかって外線出やすいんですよね。やっぱその差がないっていうのはすごい不安ですね。いやなんかちょっと期待しちゃいますね。え？ちょっと期待しちゃいますね。あ、ないよあんま。え？あんまない。なんてこと言うんですか。いやだって前回本当ひどかったですからね。下手したら2個で終わるよ。いやこの窓ね。これをきっかけに、これをきっかけに何？こうですよ。いや本当に本当にだってめっちゃ、いやこうですよ。いやしかもミノワみたいだな、ミノワみたいだなお前。いや行かないと使ってるじゃないですか。ヘブンか。え？ヘブンかヘブン。何でもいいですけど、とりあえずこうプラスにも行かないといけないし、あそう、ね、今、はい、頑張ってもらわないと。あ、分かりました、はい、てんな走れ、ここで鏡板が出てきたら熱い。お、でも分かんないよまだ。ここ氷3回目。うわー来た、よしやりました。反発回外れで1個上乗せです。よっしゃ頑張れる。いや今回ちょっと本当不安だな。ラスト父ちゃんも終わってる。3つ目いるかな。俺ほんと自信ないよこれ。います、信じましょう。見て、うわー、お願い。そうですね、まだね、分かんないですね。お？まだ分かんないこれ。分かんないですね、分かんない。いそうだよ。え？本当に？いる、いる。たっちゃんね、いやいや本当に本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです、本当に。もうめちゃくちゃ嬉しい私。あ、本当ですか。いや本当に頑張ります頑張ります、お願いします。終わったと思っちゃったね、ちょっと本当に。おいおいおい、いやお前俺は誰だと思ってんだ。いや本当に終わるわけねえだろ俺。2年後ときて一番不安感じたじゃないですか、顔が。やばかったですよ。ここまではあるよ。
この後は問題なるほど。ああ。そんなに嬉しいなら俺にも小籠包おごってんの。いやいや、出たら出たらね、出たら小籠包をごちそうするね。あのセブンイレブンで美味しい小籠包あるんで、それごちそうするんで。セブンイレブン大丈夫大丈夫、ごちそうするで。だいぶ違うな、だいぶ違うな。私もここはね、ハズレで話させたんで、よし、チロン。いやー、二人でこんな、こんなって言っても、まだ二人合わせて1000枚も出てないから、ちょうど1000枚ぐらいですかね。1000枚出すのがどんだけ大変か、このペア。もうめっちゃ嬉しい、本当に嬉しい。このままは全然足りないから、真ん前まで本当、これの10倍頑張らないといけないわけですから、今回はやりますよ、本当に。今回はやる、メアドラマやる、頑張ろう。お悩み相談コーナーと言いたいとこなんですが、ちょっとなんかお悩み相談コーナーについてですね、いろんなご意見があるっていうことで、なくてもいいんじゃないの、パチスロもっと見たいよっていうお声もいただいたり、民主主義なんで、うん、この国はそうですね。なんで、いるのかいらないのか、うん、まあ、じゃあ皆さんに決めてもらいましょうよ、このお悩み相談コーナーが。そのためのコメント欄があるわけでしょ。そうですね、 YouTube のコメント欄にいるのか、はい、いらないのか、で、その総数、まあ、次回収録までに集計して、はい、ね、多い方に従いましょうよ。わかりました、ね、っていうのをコメント欄に書いていただければと、はい、残していただけたらなと思います、はい、ある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 ぞ、これ、ね、あるぞ、まんまあるぞ、まんまあります。久しぶりの感覚だぞ、これ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくでぃ。